画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。ペイルローズか。あんま好きなマップじゃないんだけど、まあ、やっていきましょう。で、このジルの人は、私よりプレイ時間が長い人なので、信用していこう。なんだっけ、これ。あのね、なんかですよ。何かしらのキラー。これやる？これやりましょうか。よいしょ。で今回は、スプバをね持ってきております。ネメシスか。あ、詰まった。ふう。あぶねえ。で、今回スプバを持ってきたんですが、あそこにいる。まあ、フォーラムでね、面白い記述を見つけまして、今の環境はね、こうもうとにかく発電機直した方に走ればもう勝てちゃうというような記述がありまして、でそこにね単純計算でスプバで、スプバって6メーター毎秒で3秒間走れば18メーター走れるわけですよね。でそこからキラーが追いつこうと思ったら、4.6 のキラーで、30秒かかると、いうね記述を見つけまして、それがね、まあ、ちょっと面白いなと思ったんで、今回はね、スプバを持ってきました。何が面白いってね、スプバ使ってる途中のね、キラーの動きを全く計算に入れてないんです。スプバ使ってる時ってキラーもまあ動いてるわけじゃないですか。あ、どうも。まあ、キラーも動いてるわけで、まあ、そういう単純計算をすまん。そういう単純計算をするならば、え？あ、これ私が追われとるやん。おっと、超えてくる。まあちょっと離れますか。ん？どうした？救われている。キラーもね走ってるわけですよ。ということは、まあ単純計算で言うと、スプバ使ってね、離せる距離っていうのは、キラーとの差だから 4.6 だったら 1.4 メーター毎秒の差があるわけですよね、速さ的には。でそれが3秒間なんで 4.2 メーター毎秒なんですよね。でそれを詰めようと思ったら7秒なんですよ。これがね数字のトリックだということで、キラのね動きもちゃんと考えてね計算すればだいぶねそこら辺の数字が変わってくると。これも私ネメシスにこう、ね、追っかけられながらでね 18m も距離開いたかもしれないまあれはまっすぐ終われなかったんで、当然ちゃ当然なのかもしれませんけど、痛い。実際はまあこうやってこうまっすぐ走るって、まっすぐ走ってまっすぐ追いかけるのって難しいんだけど、まあ、それはある程度理想化しないといけないとはいえ、全くキラーが動かずにスプバで距離離せるなんていう状況はないわけじゃないですか。でそこら辺のね前提条件を無視するか無視しないかで数字がだいぶ変わってくると。でそれを用いてあたかもねキラーがめちゃくちゃ不利ですよみたいな感じでね、印象操作をね、別に印象操作をそのスプバの話をしてた人がやってたかって言われると、まあ、ちょっと微妙なところではあるんだけど、
まあ皆さんはね、こういう、簡単なね、トリックには騙されないように賢く生きていきましょう。私はこう脳死で距離取ります。何がでかいかって言ったら、もうあれですよね、走ってるっていうのがでかいんです。走って単純に距離離すっていうのがでかいんです。まあ、それはね正しい。走って距離離すのが強いです。だからそれをキラーがどれぐらいの距離にいるときにやるのかっていうのが重要なんですよね。なのでしょ、キラーがね、キラーがめちゃくちゃ近くにいるときに、まあ、スプバで走り出すよりも距離取ってからまだね、自分離れてる状態で走ればね、まあ、自分距離取れて、まあ、時間をね、生み出すことができると。そこら辺がね、重要なわけですよ。細々とした数字もね、まあ、大事だし、実際にこう実態をつかむっていう意味では数字をね、把握するっていうのはすごく大事なことなんですけど、そこら辺のね、数字のトリックに騙されないように賢く生きていきたいなと思った次第でございます。よし、行くぞ。よいしょ、ボルトあるからね、とりあえず地下から離れましょう。これも負傷ブーストでもとにかく離れる、もうとにかく離れる、何も考えない、何も考えないです。私はもうただの走る人、集団ヒステリー。スプリントバースト、まあ、スプパはね、やっぱね、こうやってこう、こうやって、ね、距離を離せるのが強いんです。距離を離して板窓に行ける。まだレベル2になってないんです。板窓に行ってそこで時間を稼ぐっていうのが強いんです。そこなんです。単純に距離離すのも強いんだけど、距離離すっていうのはスプバじゃなくても強い。そういうことね。よいしょ、まあ、あと脳死で離れてもいけるっていうのはちゃんとね、ちゃんとみんながこう働いてくれる前提ではあるんで、すまん、ちょっと通るわ。こうやってね、みんながあーらららら、捕まっちゃった。落とされる、それはすまん。ゾンビ最高撃が早い。え？なんかもうこのここの向こうにいそうなぐらいの距離感で聞こえるんだけど。
てな感じでね、デッドバイデイライト、まあいろいろね数字で見るっていうのは楽しいっちゃ楽しいですけど、その時はねあくまでも前提条件間違えないように、前提条件というかまあ条件をねしっかりとね考えて、現実に近いような状況下でね考えるっていうのが大事ですよ。例えばね、理想的に言えばさ、生存者って彫刻ビリと同じ速さで走れるんですよね。彫刻ビリより早く行けたかな、出歯吐いてる最中にアドレナリンが発動すると行けるんです彫刻ビリとね並走できるんですけど、まあ、それってあんまり現実的じゃないじゃないですかそういったところで、まあ、考えて楽しいったら楽しいけど、現実問題として議論するときに、それはまあ非常にいい禁止なのかどうかっていうのを、まあ、しっかりと考えないとダメですよっていう話なんですね。ボロータイム。ジェイク、どこ行った？あ、そっち、え、そっちになんかジル・バレンタインがいる。あいだ。あ、そうか、集団ヒステリーが効いたのか。まあ、例えばこうオブジェクトが回り回った時にキラーが追いつくまでにどれぐらいの時間がかかるとか、そういったのを考えるっていうのはね、実際数字で知っておくっていうのはね、結構そういった単純なことでも数字で知っておくってだけでね、まあいろいろチェイス中に見えたりすることもあるんで、ルートとかが何かねデッドバイデイライトの疑問を持ったら、いろいろウィキとかでね、まあ基礎的な数値を調べて、実際のね環境に近いような状態でね、まああまりにもね具体的すぎると計算がしづらいんで、まあ、どうやってこうね簡単なこうモデルに落とすかっていうのを考えてね計算してみると楽しいかなというふうに思います。てなわけで、スプバの回スプバの回でございましたなんだスプバの回ってデイリーは終わらずというわけでしたね。てなわけでご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。